か、この辺がまあいいんじゃないかっていう話になっておりまして、いやなんかね、なんかピーとくるもんないの。そうなんだよな、僕ら配信前に話し合ってて、うん、まあ、そんなめっちゃピンとくるのないよねって話と、まあでもなんかでも使ってたらまあまあなんかこうしっくりくるようになるんじゃないかっていう話は一応配信前に、うん、あの我々の中でしていたんですけれども、あれ1本使ったら本当どこだ、そう、ハルスターマジでエルスターなんだよな。なんか一周回ってハルサラもありなんでっていう話もしたよ、まあ、そう、一周回ってハルサラも実際あり、うん提供みたいな。何が配信画面が提供確かにスタースプリングスピカーハルスターハルサラのご提供でお送りしております。全部知らねえ。 いつもありがとうございます本当に提供ありがとうございます。うん、あのね、実はね、叶え星ね、最初違ったんですよ、タグ。え、そうなんだ。そう、途中で変えたんですよ。だからまあ、最悪なんかいいなって途中で変えるのもあり、一層一世みたい な, どんな。あー、一番槍と一番星。あー、そう。え、待って、わかんないよ、グ。叶えオタクだから。あー、そうなんだ。二次三次ゲームアップの一番槍。そうですよ、最近はもう言わなくなった。うん、捨てたんだな、過去の女だってよ。かなえ先輩すぐ捨てるんだ、そうやって。すごい、すごい風評被害、とんでもない。春サラか、春サラかな。いや、だってね、パッと見でわかるしね。確かに。他はやっぱ、わかりにくいじゃん。はいはい。当選。おお。でいいんじゃないですか。まあ、ちなみにエゴさんはマジでしやすい。確かに。というわけで、今後は渋春かける星川サラの、まあ、コーチングなり他の企画なりは春サラでやっていきたいと思います。いやー当選おめでとうございます。春サラさん、春サラさん、おめでとうございます。春サラさん、今の気持ちをお伺いしてもよろしいでしょうか。商品賞金は渋春さんのポケットマネーからと渋春 PC が送られます。おめでとうございます。え、タグ決まったってこと、鼻毛やってくれるってことですか。いや全然。え、なんで僕がホラーできないからっすかね、やっぱり。でも約束しましたよ、バイヤー行ったらホラーやるって。マスターじゃないですかそれ多分。いやだから違う、え、本当に覚えてないの、もう心配。マスターせ、マスター。いや無理です、マスターせ、マスター。ホラーやってくれないとマスターまで頑張れない。いや、マスター行ってくんないとホラー頑張れない。え、頑張んなくていいっすよ、星川が頑張るから。マジでダメなんすよ僕ホラー。勘弁してくださいよ。星川があの後ろでプルプル震えてて、いや無理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 、カタツムリ無理無理、カタツムリ本当に許してほしい。まあ、そのためにね、タグ決めたんで、皆さんありがとうございます。なんかタグ急にめっちゃ微妙な気がしてきたな。ちょっとあと、はい、もうちょっと募集しようか。やっぱ、はい、もうちょっと募集します。やっぱ違うわ。やっぱちげえわ、なんか。なんか違うなって思ってた、やっぱり。違うなって思ってたんだよな前から。はい、納得いくまで決まりません。これあと1年はなります。どっちがいいですか、フラットラインカービン。うん、好きな方でいいっすよ、選ばせてあげよう。いや、うん、カービンの方がいいんじゃないですか、バレルもあるし、角間があるのに。分かってました。カービン、バレルのラファが消えるよ。あ、消えた。バレルが、あ、消えた。やめて、そんな星か、脳みそでかくないんすよ。確かに、うん。スキャンします。今日は眠くないですか。うん、いつでも眠いですよ僕は、一年中。え、この前のね、聞いてみんな、この前のさ、コーチングの後さ、配信終わって謝ってきたの、しばる。そうなんすか。ガチで眠かったです、すいません。優しいな、コーチングしたのに謝ってくれるなんて。いや、生活習慣調整しなかった方が悪い。いや、それな、頼むわ、ほんと。ね、ほんとっすよ、頼みますわ。あ、言って、当たってないけど。
どうしよう、すげえお腹すいたんだけど、なんか頼んでいい？え、ダメ。何にしよっかな。ね、ダメ。何にしよっかな。聞いてる意味ないじゃん、じゃあ聞かないでください。何がいいと思います？じゃあ逆に。今日なんか食べました？まだ何も食べてないっす。フルーツサンドじゃダメだ。ちゃんとご飯食べなきゃ。たこ焼きは？あー、最近食べてないな。意外と久々に食べたらうめえっすよ。意外とって言った？いや、いつ食べてもうめえっす。そうっすよね、そうっすよね。そうっすね、びっくりしたマジで。え、なんかたこ焼き過激入るんだけど。いや、マジで関西人の前で粉もんをバカにすると家がなくなるぞ。怖え。家なくなったら、家買ってください。じゃあ、いや、ナポリロン。たこ焼きマジでいい。銀だこ、銀だこ。銀だこ？はい。あの、たこ焼きに似た食べ物ですかね。え、いや、たこ焼きといえば銀だこでしょ。何言ってんの。おお。はん、食べたことないんですか。あるっすよ。美味しいっすよね、あのたこ焼きに似た食べ物。いや、だからあれ、たこ焼きだって。いやいやいや、銀だこのたこはたこ焼きのたこっすよ。何冗談言ってんすか、やめてくださいよ。いや、つまらんて、そんな。いや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 。え、あの、銀だこの、まあ、普通のやつも美味しいけど、はい。なんだっけ、テリマヨみたいな。はいはいはい。ガチうめっす。まあ、たこ焼きっていうか、揚げだこっすよね、あれ。あれ、メイカちゃんいる？メイカちゃん！メイカちゃんが、たこ焼きと銀だこはラーメンと天下一品ぐらい違うわ、ふざけんなって言ってる、メイカちゃんが。ちなみにこれ僕も完全同意です。ラーメンと天一ぐらいは違うっすね。え、なんで天下一品ってラーメンじゃなかったでしたっけ。いや、あれもラーメンの形をした何かっすね。美味しいけど。めんどくせ。いや、ラーメンだろあれは。あれも美味しいし食べ物ですけど、ちょっとラーメン、はいはい、ラーメン、まあ、ギリギリラーメン、まあ、揚げだこ、揚げだこってか銀だこがたこ焼きよりは、まあ、天一がラーメンしてる方がまだ、うん、まだラーメンに近いけど、はあ、銀だこはたこ焼きじゃないっすね。え、じゃあ何が違うんですか、本物のたこ焼きと銀だこ。え、だから揚げてるんすよ、銀だことほとんど。たこ焼きってたこ焼きじゃないですか、焼いてるんすよ。はいはいはい。銀だこは揚げてるんすよ、大量の油で。あー、カリッとするんで。はいはいはい。そうなんすよ、関西人の前で今後銀だこがたこ焼きなんて抜かしたら家がなくなるものと思っておいた方がいいっすよ。多分あの道頓堀とかで、いや、銀だこのたこ焼きうまいよなガハハとか言ったら3人ぐらいに急に顔面殴れるから気をつけた方がいい。怖すぎだろ、うん、マジで。治安どうなってんだよ。いや、本当に気をつけた方がいい。メイカちゃんが二度と言うなよじゃあなってどっか行ったわ。ねえ、なんでメイカちゃん。ちなみにホスパはメイカさんと一回も絡んだこと。初対面の人にもやはりこういうね、あれが出るレベルなんでちょっと。そうなんですよ。何が美味しいって言いましたっけ、マヨ？え、テリマヨ。え、テリタマ？それとも普通？あ、そう、テリタマだ、テリタマ。テリタマ？テリタマか。これにしよう、じゃあ。美味しくなかったらこれ払ってくださいね、お金。あ、まあまあ、今のは会話の順序合ってるから許すわ。学んだんで、やっぱコーチングしていただいて、やっぱりこの順番でいけばいいんだなっていう。これの前にネガちゃんしてたら、今頃また1年後もネチ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 言われることに発展してたから。え、待って、自分が悪いのに星子がネチ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 言ってるって今思ってる。いや、そんなこと思ってるわけないじゃないですか。微塵たりとも思ってないです、マジで。いや、ちょっとマジで思ってないです。いや、マジで星子さん勉強になりました。助かります。本当にどうします、星子はさ、渋原のコーチングをさ、最高、ネチネチ言ってくんだよねとか言ってた。やばいっすよね、本当に。信じらんないっすよ、そんなやつ。見たことないっす、人生で。聞いたこともない。え、でも普通のも美味しい。あとなんだっけな、あと美味しいの2個あるんすよ。食いしん坊じゃん。はい。いや、別にそんなこの人銀だこのことばっか考えてるななんて思ってないっすよ。え、ちょっと、え、好きなたこ焼きの種、あ、すいません、好きな銀だこの種類を何種類か言っただけで食いしん坊。食いしん坊。食いしん坊、地雷ワードなんだ。食いしん坊、ちょっと女の子に食いしん坊はダメか。食いしん坊、みんなこ好きなんだねとか、食べるの好きなんだねとかならまだわかります。食いしん坊。手叩いて笑ってんじゃねえよ。
食べるの好きなんだね、ワインだ。いやー、します。いや、いいよ。いいや。おい、一人一人一人。